我ら三世ドリュクサンブールは、フランスの貴族、軍人。サンポル博、リニー博、ルシー及びボールボワールの領主。サンポル博及び、リニー博議とその妻マオードシャキヨンの間の長男。父の戦死後、フランス王シャルル五世に仕えて百年戦争に従軍したが、敵のイングランド軍の捕虜となって途営した。旅収中の1380年、初代ケント伯爵。 トマス・ホランドとジョーン・オブ・ケントの間の次女モード、ホランドとウィンザーにおいて結婚した。モードは、イングランド王・リチャード2世のイフアネにあたる。白爵夫妻の一人娘ジャングルは、ブラバントコ・アントワーヌと結婚した。モードと死別後、我らんは1393年に、バルコー・ロベール1世の娘・ボンヌと再婚したが、間に子供は授からなかった。1396年、 シャルル6世に王女イザベルと義理の弟のイングランド王リチャード2世の結婚交渉を命じられた。その功績によりジェノバ総督に任命されている。やがてシャルル6世が精神を病むと我らんはブルゴーニュコージャンサンプールの忠実な支持者となった。1402年に推理林業長官に1410年にパル軍事総督及び 王の主配係に、さらに1412年には、フランス軍総司令官に任命された。彼は、パリで民兵部隊を組織し、ノルマンディでアルマニャック派の軍勢と戦った。1413年、ワレランらのブルゴーニュ派は、パリからの退却を余儀なくされた。ワレランは、その後間もなく死去し、サンポル白領及び、リニー白領は、外村のフィリップド・サンポルが相続した。 最初の妻、モード・ホランドとの間に娘を一人設けた。また、二人の諸子を設けた。ありがとうございます。